歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さん、麗華ちゃんと勸玄君の成長に涙、市川團十郎。歌舞伎愛の市川團十郎さんが都内で取材会に出席した。京都南座では12月1日から24日13代目市川團十郎白猿襲名披露と8代目市川新之助初舞台の公演を行う。昼の部は新之助さんの初舞台としてのウイローリー。襲名披露狂言として團十郎さんとボタンさん親子が共演する男伊達花の吉原などを上演。そして夜の部は襲名披露口上と襲名披露狂言の助六ゆえん江戸の桜などが並ぶ。長男新之助さんの初舞台、長女ボタンさんとの親子共演などに触れ、團十郎さんは子供たちの成長への驚きを涙で語った。まずボタンから話すと、歌舞伎の世界で生きていけないのかもしれないという意識はずっとあるとし、昨年12月の團十郎娘で女性が主演を務めるのは60年ぶり。そうやって女の子でも活躍できるという希望を持ちながら実績を積み重ねてきた、同時に現実を見る力も備わってきたと思うと試験を伝えた。ボタンさんはアメリカ映画ザ・クリエイター創造者10月20日公開の日本語吹き替え版で超進化型 AI の少女アルフィーの吹き替えを担当。オーディションで同役を勝ち取ったことも話題となったが、團十郎さんは字幕版の映画を見に行って、こんなお役を彼女がやらせていただくのかと楽しみになりましたと父の顔。続けて確実に実力が上がってきていると賛辞を送りながら、市川ボタンさんはとしっかり継承をつけ、周りへの気配り方や人間性など、私の勝てるところはもうないと笑顔を見せた。一方勸玄君新之助さんは特化した成長の仕方をしているとし、自分一人でウイローリをやったことは彼にとって大きな成長だったと思うと歌舞伎座公演を開講。その後博多座でやったウイロウリでは見事な成長を遂げていた。周りの先輩方もそうおっしゃってくださっているので、親のひいき目ではないと思うと、昨年史上最年少で新之助さんがウイロウリを演じたことを振り返った。そんな新之助さんの成長について團十郎さんは、一つのものを磨き上げる作業には突出したものがあると分析。そういった部分をサポートするのが我々の役目だと思っていますと、師匠として真剣な眼差しを向けた。市川團十郎さん、麗華ちゃんと勸玄君の成長に涙、市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。